マイナス1度だった。今？今はゼロかな。え、そんな寒い？もうちょっと上がってるか。起きた時マイナス1度だった。なんて名前だっけ？チキンクリスプホーム、ホームメイドスタイルみたいな謎の。どうやって食べる？ビッグマックみたいに食べるし、パラス。うまい。味はめっちゃ美味しい、うん、まあ、食べにくさは置いといて、うん、で、初デートでは絶対頼めないはい、帰ってきました。はい、もともと別にマックだけ食べるために行ったわけじゃないんだよね。そう、買い物しに行こうとしたんだよね。で、なんかそしたらね、もともと狙ってた店で全てでクレカが使えないって言われて、キャッシュオンリーだったね。そう、で私なんかウィーンでクレカ使えないことないだろうと思って現金全部家に置いてきちゃったから、うんちょっと何の収穫もなく帰ってきたんだけど、スーパーもダメだったね、パン屋さん。そうで、なんかっていうのもなんかね、ここがなんかすごいアラブ系というかムスリム系っぽい人、お店と人のエリアだね、うん、なんかそういうタウンなのかなね。いやでも多分そういう気するな、さすがに多すぎるから。そうだよね、
結構女性とか基本的にヒジャブかぶってたりするし、ね、全然違う国来たのかなと思ってね。でもみんなさ、ドイツ語お話になるからさ、ね、なんか面白いなと思っちゃった。英語が通じなくて、ね、でもそういうアラブ系の方々がウィーンでドイツ語を話してるの、なんかすごい私ウィーンの知らない一面を見たっていう感じなんだけど、ね、全部現金商売だね。そう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 、やっぱトルコとかあの辺と似ててね。でね、まあここあの宿とってもまた綺麗なところを見つけ出したんですけど、いわゆる中心部から徒歩1時間半電車使って30分みたいなとこだから、5、6キロぐらい離れてるから、うん、そうそう、だからそういうなんかエリアがねあるのかもしれないよね。そのね、また中心部行ったら全然違うかもね。うん、またちょっと明日以降行ってみましょう、ゆっくり。はい、おやすみなさい。無理やり閉めた。